皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集はイノベーションを恐れない心というお話をしたいと思います。イノベーションっていうのは、革新とか、改革とか、そういった部類で、属される言葉なんですけれども、私はどちらかっていうと、非常識という言葉を謳っているようにですね、常識にはとらわれないで考え方をもっと柔らかくして、いろいろチャレンジしていこうということを提唱している人なので、イノベーションっていう言葉は大好きだし、それが私の人生のテーマであると言っても過言ではないような、そういう素敵な言葉だなというふうにね思ってるんですけれども、先日ですね、こちらの方の、こんなものをね参加してまいり、参加というかセミナーを聞きに行ってきた。セミナーって言っちゃいけないのか、世界で一番楽しい大人の学校なんですね。世界で一番楽しい、サーカスっていう、キングコングのね、西野さんが校長さんで、エンターテインメントですよね。マイファンアンフィシアターっていうとこで女一人でディズニーランド、アンフィシアターに向かうみたいな感じで、年齢層は若い人多かったですかね。私の年齢層は、いたけれども30代が多かったかな。こういうちょっと円形のねこういう感じの舞台演出もあって、その中で登壇して4人の先生がしゃべるっていうね、そういうあれなんですけど、ここにねプログラム載ってますけれども、例えばこの坪田さん、才能の正体、ビリギャルの著者ですね、坪田さん。あとは、日本元気塾塾長米倉さん、この方でもねなんかすごいねかっこよかったですよ。なんかこうプロフェッサーって感じで、教授っていう感じでね、メガネもすごくよく似合ってて、ロマンスグレーの素敵なおじさまっていう感じでした。あとこのテレビ東京プロデューサーの佐久間さんのね、このお話もね結構面白くって、超個人的名言大賞っていうね、芸人さんとか芸能人さんがねこう言った裏話でこれが面白かったみたいなのを言ってて、私これ結構個人的にツボだったんですけどね。で最後オリエンタルラジオの中田さんですね。彼が大切なものを守るためのお金の稼ぎ方っていうことで、お金に対する勉強と考え方はですね、資本家っていうのはどういうものかっていう、全体を通した監修は西野さんがねやってるんですけど、これ言ってきたんですよ。で、大人の学校のコンセプトっていうのは、サーカスというのはキングコング西野明宏が校長となり、面白い先生ばかりが集まる学校、勉強の楽しさを大人に再認識してもらうためのイベントです。お笑い芸人をはじめ評論家や本物の学校の先生まで、話術に長けた先生方が面白いテーマについて授業を行います。コンセプトは世界で一番楽しい学校ですっていうことでね、楽しかったです。ゆっくり見たかったんで、前の方を撮りたかったんで S 席をいきなり買いましてですね、それで見に行ったんですけれども、いくらだっけ、8000円だったかな。でもすごくね深い内容でした。マップがねこんな感じになってて、私この D の席5列目だったかな、5番目だったんですけどね、それで聞いてきました。面白かったですよ。私もなんかねちょっと変わったセミナーというかイベントセミナーみたいなのねやりたいと思ってて、それの参考にしたかったのと、あとやっぱりですね話術ですね。うまい。私その頭に落とし込み、経験が落とし込みされるっていうのは、なんていうのかな、エンタメとその面白さっていうかねが、その事実というか勉強するべきこととくっついて落とし込む方が全然早いんだろうなっていうのを個人的に思ってるんですよ。だから例えばウェブ集客の話をするにしても、どんだけ楽しく話ができないかとかね、いろいろ考えながら伝えて、私そこそこ真面目にはやってるんですけどね。だからせめて格好だけはちょっと不思議にしようかなと思って衣装を着たりとか、いろいろしてるんですけども、中身は至って真面目なんですけどね。間の取り方とかですね、台本の構成とか、特にやっぱり秀逸だったのは西野さんももともと上手なんですけど、オリエンタルラジオの中田さんですね。彼も非常に話術がね上手で、笑いありとこうちゃんとツボを心得て
さすが芸人さんだなっていう、自分落とすところが落として体のパフォーマンスがやっぱりすごかったですね。ちょっと私も見習わなくちゃなとかね思いながら、歩くエンタメコンサルタントみたいなねそんな感じでちょっとやっていこうかなと思ったんですけどね。なんで破天荒なわけですよね、今までにないような、まあ、そういう大人の学校、世界で一番楽しい学校だからね、まあ、私もちょっとなんか世界で一番なんちゃらかんちゃらな、学校、セミナーとかわかんないですけどね、なんかそういうのちょっと作りたいと思いましたよ。なんで、まあ、それも一種のイノベーションですよね。だから私はコンサルタントっていう領域の仕事をやってますけれども、コンサルタントはこうあるべきっていうのをなるべく崩そうと私は思っていて、もちろん人によって好き嫌いはあると思うので、好きな人だけ集まればいいと思ってるんですけれども、例えば私の会員向けの夜のセミナー Zoom っていうのでねやってるんですけど、そちらの方はお酒、私自身ももちろん飲んでもいいし、皆さんも飲んでもいいっていう、まあ、お酒のリラックスした感じで発言がねしやすくなるのもいいかなっていうふうに思っているので、まあ、お酒も OK にしてたりとかしてますよね。今度まあそれを日中にもまあ持ち込んでも別にいいんじゃないのかなと思っていて、頭が泥酔するほど飲まなければ適度にいい感じのリラックスタイムになって頭にまあ入っていくんじゃないかなっていうか、まあそういう普通じゃないのが要はいい私の中では楽しい、楽しいとアドレナリンが出るのでね、まあそういうのがいいかなっていうふうに思ってたりとか、まああとねそれこそハロウィンとか今企画してるんですけど、ハロウィンの特別セミナーとかねちょっとまたすごいのやっちゃうよとか思っててですね、まあそういう思い出と記憶に残りつつ、まあ勉強もしていくっていう、基本私は学習とか学びもエンタメだと思っているので、それが入った状態で、まあ、体と気持ちに落とし込まれるっていうのが大事かな。だからイノベーションはずっとやり続けてるっていうのが私のスタンスではあったりします。なのでそういう意味でも、まあ、こちらのねサーカス、これね後ろにも書いてありますけど、世界で一番楽しい学校ですね、これはおすすめです。あ、おすすめすると来年チケットが取りにくくなるからおすすめしません嘘です。まあ、ご一緒する方はねご一緒しましょう。今回もな何日かやってたら私もう一回聞きに行ってもいいかなと思ったんですけどね、ちょっと勝手が分からなかったんで、いつものようにこうメモをする体制を取っていなくてですね、まあ、心に刻もう的な感じで普通に楽しんじゃったんで、もう一回聞いてもいいかなっていうふうに思いましたね。ライブ感はやっぱりいいなっていうふうに思う。まあもう元々のテーマに戻りますと、まあ、イノベーションなので、ご自身のね領域教室いろいろあると思うんですけれども、こうこれってやっぱり普通じゃないですよねみたいに思うことがあったら、むしろそれはヒントとして非常に面白いので、ぜひやってみていただきたいというのが、まあ、私の考え方とスタンスですね。なので変化し続けるものなんですよね。昔そうですね、まあ、最近の感覚で言うと、2、3ヶ月前とか半年前とかでも集客の方法が徐々に変わっちゃったりとかする時とかはあるぐらいなので、常に革新と、まあ、変化変化ですね、これを繰り返しながら生きていく、まあ、変態っていう字がねちょっと若干あれですけどね、変にこう態度を変えていくの変態ですよ、こう体をね変えながら、環境に適応能力が人間の場合非常にあるのでね、それは教室っていうそのご本人、先生ご本人が運営する教室っていう観点から考えても、やっぱり変わっていかないと残らないですよね。だから例えば5年10年とか何も自分変わってないなって言ったら、まあ、現状の変化を取り入れながらやはりちょっとリニューアルとかは考えるといいと思います。で、私が多分ですね最近感じてるのは、もちろんゼロからの人とかも見るんですけれども、まあ、本気で変えたいっていうねイノベーションを目指す方、3年5年7年とかね、それぐらいの方とかは非常に成果が出しやすいなというふうに
感じている。なぜならば本人が本気で変えたいと望んでいる可能性が高いからっていうところはあるんですけどね。なので自分の教室そろそろイノベーション必要かしらと思ったら、高橋たか子のエンタメライブセミナーにでも来てみてください。最後ちょっと宣伝をしちゃいました。ということで、ちょっとね、自分の教室振り返ってみるのもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは。